こんにちは、あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は青い悪魔の独り言相関図を紹介します。参考資料は書籍版17巻の青い悪魔の独り言です。漫画勢やアニメ勢の方にとってはネタバレがありますので注意してゆっくりしていってね。皆様はじめまして、私の名はレインと申します。え、知らない？お前ふざけんなよ、知っとけ。しばくぞ、勉強し直してこい。おっと、失礼。ちょっとプッツンしてしまいましたね。いえ、私は普段からおしとやかなのですが、たまに暴れちゃうこともあるのです。たまにか？そんなことはいいとして、友を紹介するわ。私の気の合う姉妹ミザリー。ミザリーと一緒に、偉そうだった奴に闇打ち仕掛けちゃったのよね。今思い返すと、私って本当にバカ。あの野郎、めっちゃ強かった。2対1なら楽勝と思っていたのに、コテンパに負けちゃったのです。私たちは仲良し。けど、勝手にライバル心を燃やしながら今まで来たんですけどね。ミザリーの方では私のことを信頼しているようなので、目に物を見せるのはやめました。何やろうとしてたんだ？闇打ちしてボロ負けした、その私たちを任した相手というのが、原初の赤子とマオーギークリムゾン様というわけなのです。私たちは不滅なのですが、負けた相手に従属しちゃうのです。この事実が判明したことで、悪魔間でのパワーバランスが大きく変動し、いびつな均衡状態が生まれました。これはまあ、私たちのせいとも、私たちのおかげとも、どちらの言い分も正解なのかもしれませんね。ちなみに、ミザリーの意見が前者私たちのせいで、私の意見が後者私たちのおかげですよ。知ってた？だろうな。お前、私に対して偏見を持ってないでしょうね。ダメな子を見るような目をするのはやめろ。まあ、それはともかく、悪魔について秘密情報を教えましょう。それは殺し方。現象を滅ぼすのは不可能。ただし、従属はさせられる。最も霊属というほどの強制力はないので、命令には絶対服従、とはなりません。私たちも、キー様に逆らおうと思えば逆らえます。しないけどね。キー様は冥界での覇権争いから一抜けして、地上で活動することにしたようです。キー様は見えて律儀な方なので、私たちも一緒でした。お前らも好きに生きていいんだぜ。と言われましたが、そんなのまっぴらごめんです。私はね、常に勝ち組にいたい。キー様が敗北するなどありえないので、今いる立ち位置こそが至高だと考えているわけです。まあ、もしもキー様が負けるようなら、それはそれで面白いですし。だからあの時、私はこう答えました。いいえ。私の使命は、あなた様のお役に立つことですので。どうよ？完璧なメイドっぽいでしょうが。私ほど忠誠心の高いメイドは、どこを探してもいませんよ。と、そう思ったのに。その通りです。あなた様は、おう。我らは進化。それが、永遠不滅の真理なのです。ミザリーめ、いい子ちゃんぶりやがって。多分本心だから、始末が悪い。やはり、私のライバルは一筋縄ではいかないようです。レインドンだけだよ。次に紹介するのは、アホのノワール。気まぐれな上に自分勝手なのです。私たちと同格なのですが、正直言って関わりたくない。だってあいつ、キー様と引き分けたんですよ。その事実のせいで、直接戦ったこともないのに苦手意識を植え付けられちゃって。いえ、ちょっと見栄を張っていました。苦手意識というより、本音では勝てないだろうと思ってます。だって、キー様も黒のやつも、全然本気じゃなかったもの。二人からすればじゃれ合うような戦いだったのに、私たちではついていけない領域の戦闘だったもの。まあ現象としてのプライドもあるので、絶対に認めてなんてやりませんけどね。できることなら黒とは揉めたくないなと、本音ではそう願っているのですよ。最悪です。黒と戦うことになりました。どうして私がこんな目に、日頃から良い子なのに、不思議です。もしかしたら、ミザリーのおやつを盗んだのがバレたのかな？いいえ、あれは悪デイモンのせいにしたから、私は疑われていないはず。ろくなことしないぜ。だったらどうしてと疑問ですが、物は考えようですよね。これはチャンスだと、私はそう思うことにしたのです。だって私、あいつのこと嫌いだし、派閥は持たないわ、自分一人で好き勝手してるわ、キー様の邪魔は喜んでするわ。その気になれば受肉できるのに、まるで興味を持っていなかったのも腹が立つ。やはりここは、私がガツンと言ってやらねばなりませんね。確かに強いけど、私だって強いのです。黒は私の力を知らないから、油断していると思うの。そこを狙えば、ワンチャンあるかもしれません。ポジティブなのが私のいいところ。熱烈な視線は感じていたのですが、何分、手が離せなかったもので。それよりも、私のことはディアブロと呼んでほしいですね。ブルー、いや、あなたにはレインという名前が与えられていたのでしたね。そう言われて、ちょっと嬉しかった。なんだ、他人に興味がないと思っていたのに、私の名前を覚えてくれてるではないですか。ふふ、少しくらい見直してあげてもいいかもね。そう。私たち現象の中でも最強たるルージュ、偉大なるギー様によって授けられたのが、私のレインという名前です。どこの雑誌とも知れぬ魔王に名付けられたあなたとは違うのよ。ちょっと気分が良くなり、煽ってみた。リムル様のことを雑誌って言っちゃったのよね。個人的にはスライムって可愛いから好きだし、
リムル様は魔王として有能っぽいから、とっても好感度が高かったのだけど、黒、ディアブロ相手には有効な戦術だと思ったのよね。それがまずかった。わ、死にたいのですか？いえ、この世から消滅したいのですね。ふふふ、その望み、叶えてやろう。いやー、ディアブロって常に何を考えているか読ませなかったから、まさかあそこまで感情をむき出しにしてブチ切れるとは思わなかったですよ。終わったな。もうディアブロのことはいいわ、次行くのよ。私が尊敬しているミリム様。ミリム様はベルザード様の名護様にあたり、その力は絶大です。昔、理性をなくして大暴れしたことがあったのですが、言語に尽くせぬほど大変でした。私たちは死ぬことはないから、戦いに参加してもよかったのですけど、そうすれば星そのものが破壊される恐れがありまして、結局のところ、私とミザリー、そしてベルザード様の3人で、戦いの余波を封じ込むという役割を担ったわけです。二度とごめんです。続いて大好きなラミリス様。先ほどのミリム様の暴走を止めるのを手伝ってくれたのです。ラミリス様が手伝ってくれなければ、決着がつく前に私たちが倒れていたかも。だからギー様だけでなく、私たちもラミリス様は大好きなのです。人類を管理するという重要な仕事で大忙しのギー様に対して、ラミリス様は、引きこもり、自分で作った迷宮の中から出てきませんね。でもいいの。ラミリス様には恩があるので、私、何でも許せちゃうから。ちなみに、ミリム様は、意外と真面目。小競り合いをする国あれば、行って両国とも制裁を下し、大魔獣に襲撃されている国あれば、行って人々を助けて回る。魔王らしくない行為もありますが、ミリム様らしいです。意外にやることやっているぜ。ギー様は人類が滅亡しないように管理することが仕事でした。その手助けをさせるべく人材を増やしておられましたので、ラミリス様はともかく、ミリム様は協力してくれていました。お次のお方は、4番目の魔王となったダブユール様。敬意を表しております。実はこの方、ギー様とミリム様が戦った際に、一番被害を被られたのです。というより、この方も大地への影響が出ないようにと、私たちに協力してくれたのですわ。その甲斐もなく、ダブユール様の支配領域は不毛の大地へと変わり果ててしまいましたけど、私には関係ないので大丈夫です。魔法があるから暮らし向きはなんとかなっておりますが、砂漠の拡大は止められませんでした。今は落ち着きましたが、当時は大変だったみたい。頑張れと、遠くから応援だけしておきましたとも。人類を管理する仕事については、ラミリス様と同様で、何でも許しちゃう。だって、大破壊の後始末が大変そうですし、他のことに手を回す余裕なんてないでしょうから、砂漠化の進行速度を遅らせてくださるだけでも大助かりですね。確かに大変そうだぜ。お次の方は、はた迷惑なバカ野郎の真祖。ベルダナーバ様が生み出された新人類の祖、となるべきはずの御人でした。ベルダナーバ様は自分の話し相手として、知恵ある存在を求めていました。天使や悪魔が誕生してその欲求は満たされたのですが、今度は多様性を求めるようになったのです。そんなわけで、地上に文明をもたらす種族を繁栄させようとしたらしいのですが、その役目を期待されていたのが真祖だったみたい。まあ、失敗したわけですけど、不死性が高く、子孫を残す必要がなかった。これが敗因です。というか、我々悪魔もそうなのですが、真祖にも性別がないんですよね。だから地上で繁栄する種族が誕生するには、それから数万年以上も待たねばならなかったみたい。聞きかじりですけど。でもね、真祖は諦めなかった。ベルダナーバ様からの期待に応えるためにも、禁断の実験を繰り返したみたい。あの野郎、子孫繁栄よりも実験が大好きだったのです。それが良かったのか悪かったのか、私にもちょっと判断がつきかねますが、これだけは断言できる。はた迷惑なバカ野郎だった、とね。あのバカの実験のせいで、何度人類が滅びかけたかわかりません。だけど、あのバカの実験のおかげで、ハイヒューマンが誕生したのも事実なんですって。永遠不滅の新人類は生み出せなかったけど、人類誕生には貢献したのです。信じられないよね？それで正解。自分の目で見たわけじゃないので、私も信じておりませんし。何でも聞いた話では、真祖は自分の肉体を分析することで、二つの種族を生み出したんですって。それが、ハイヒューマンとヴァンパイアですね。でも、この両種族、どちらとも長所と短所があったみたい。ハイヒューマンの方は、強い魔力を受け継いだのはいいものの、その精神に問題があった。ギー様を召喚したバカさ加減からもお分かりの通り、自分たちこそが頂点と勘違いしちゃったのね。あっという間に滅びちゃいました。で、ヴァンパイアの方ですが、こちらはこちらで問題が大きかった。でも、逆にそれが良かったのかな？今でも生き延びてますしね。強靭な肉体と強大な魔力。高い不死性と、熟成された精神。これらを有していたものの、太陽の下では活動できないという弱点を抱えていたのよ。これでは、真の意味では地上の覇者足りえない。真祖のクソ野郎は、ここからさらに実験を重ねました。当時はすでに、核属性の大精霊たちが分離して、四大元素も地上を満たしていました。そうした精霊たちが魔素を取り込み実体化。つまりは、肉体を持った。その手助けをしたのが真祖だったりするのです。地属性からはハイドワーフが生まれました。
水属性からはセイレーンが生まれました。火属性からは塩基が生まれました。風属性からはハイエルフが生まれました。ここまではまだ許容範囲だったのでしょうが、ここから真相の暴走が始まります。あのバカ野郎は、こうして誕生した種族で交配実験を行い、様々な種族を生み出していったのですよ。正直に言いますと、私のような淑女からすればドン引きでした。その結果として、エルフにドワーフ、オーガや獣人といった様々な種族が誕生するわけですが、それらは成功例。闇に葬られた失敗例も数多く、後に劣化してゴブリンのように魔物へとなり下がる種族まで出る始末です。これはさすがに放置はできぬと、キー様も悩んでおられました。が、ベルダナーバ様が放置されている以上、真相を罰するわけにもいきませんでした。奴の実験の結果、確かに多様性は増したのですから、世界情勢が複雑になっただけ、という気もしなくもありませんが、面白くなったのも確かです。そう、他人事ならね、私的には、全く困らないのでオッケーってなものでした。お前ってもしかして、俺が困るのを見て楽しんでやがるのか？まさか、そんな誤解ですわ、ギー様。私はギー様の、忠実なるメイドでございます。綺麗にカーテシーを決める。お次のお方は3時を送らせていただいております。5番目に魔王となりましたクイーンオブナイトに当たる、ルミナスバレンタイン様。この方、先に紹介したヴァンパイアの真祖の一人娘でして、めちゃめちゃ強いのです。ああ、娘よそなたこそが世の最高傑作。裁きの時じゃ、ディスインテグレーション。自業自得というやつですかね。生み出した自分の分身。真祖が言う娘とやらに、その身を塵に変えられてしまうとは。まあ、真祖のやつはやりすぎてましたからね。私もスッキリしたのは内緒です。ルミナス様がすごいのはここからです。人類の管理のお仕事。あの真祖とは大違いで、とっても優秀。いつの間にやら、ヴァンパイア勢力を完全に従えちゃいました。その上で、力を失ったハイヒューマンである人類を保護しているではありませんか。人間を餌としか見ていなかったヴァンパイアが、ルミナス様の命令に従って人類を保護する。はっきり言いましょう。よくそんな真似ができたね、と。これって異様ですよ。マジで。全員から見ても、やっぱりすごいのねルミナスって。次は6番目に魔王になったクズことディーノ様。ところで、ぶっちゃけちゃっていいですか？え、もうぶっちゃけてる？それじゃあ、遠慮する必要ありませんね。言っちゃいましょう。私、ディーノに様つけるの嫌なんですよね。だってこいつクズだもん。働かないもん。堕落の代名詞みたいな男なのです。いえね、働かないだけなら許せるんですけど、仕事をね、私に押し付けてくるんですよ。これがダメ。もう許せない。どうせならさ、ミザリーに回せよ。そしたら許すから。そう言ってやったらですよ、あの男、なんと言ったと思います？いや、だってミザリーに頼むと怒られるじゃん。ですよ、ふざけんな、っての。私だって怒るし、というか、その言い分だとミザリーの方が怖いと言っているようなものじゃないですか。そりゃあ、私だってよく怒られるから、ミザリーを苦手に思う気持ちがないわけじゃないですけど。似た者同士だぜ。は？似た者同士？あなた、バカですか？もしかして、現象舐めてません。この世にはね、言っていいことと悪いことがあるんです。それを理解しない奴は、ぶっ殺されても仕方ないんですよ。そんなディーノに人類の管理の仕事について、ディーノ様、少しは真面目に働いたらどうですか？って言ったら、お前に言われたくないね。ゲセヌ、これほどの屈辱があろうか？いや、ない。という感じなので、ディーノは私にとっては天敵なのでしょうね。とまあ、そんな状況ですので、6名だけでも十分とは言えませんでした。そこで、さらなる人材確保に動き出したのです。幾名もの魔王が就任しては、去っていきましたね。そうしていつしか、10代魔王の名が広まった頃、あのスライムが登場したのです。魔王、リムル様。最初にお姿を拝見したのは、魔王クレイマンが呼びかけたワルプルギスでしたね。それにしても、懐かしきはクレイマンでしょう。私より弱いのに魔王を名乗るその度胸だけは、認めてあげてもいいでしょう。それに、調整事は得意でしたし、あれでも意外に役に立っておりました。便利だったんですよね、あの方。ちょっとおだてたら、面倒な仕事も受け負ってくれましたし。やれやれ、どこで歪んでしまったのやら。最後はまあ残念でしたけど、相手が悪かったので仕方ないかな。お次にご紹介するお方は、リムルテンペスト様。やばいよ、やばいよ。リムル様、マジでやばいよ。初めてお会いしたけど、やばいくらいにやばいお方だよ。ワルプルギスで会ってるぜ。え？うるさいですね。そんなことはどうでもいいくらい、リムル様がやばいって話でしょうが。やばいしか喋れなくなっていますが、誰だってそうなりますって。だってね、聞いてくださいよ。リムル様、私たちのことまで進化させてくださったんですよ。信じられないよね。でも、本当なんです。私は悪魔なのに、真実を告げちゃう良い子なので。でも、これで私たちもギー様のお役に立てるというもの。強さという面では、ギー様からかろうじて認められている程度の扱いでしたもの。実際、オクタグラムの皆様を相手にするとしたら、私たちが勝てる相手はいませんでした。しかしそう考えると、今の魔王の方々は素晴らしく優秀ですね。ラミリス様になら勝てるでしょうけど、それは違うかなって思いますし。完全体となられたなら、負けるのは私たちの方ですものね。
クズのディーノは痛い目に合わせてやりたいけど、もしも実行に移したら私の方が泣かされます。だから許してやっているのですから、私の寛大さに感謝してほしいものですよ。おっと、話がそれました。私たちが進化したというお話に戻りましょう。ことの発端は、ディアブロがギー様を呼び出したことですかね。それで私たちも、リムル様の国にお邪魔することになったのですが、ディアブロに振り回されたギー様は不機嫌でした。リムル様はベルザード様と初対面だったらしく、挨拶を交わしておられたの。その後で私にも、とっても丁寧に挨拶してくださったのです。惚れるよね。勘違い系女子になったふりして、ぐいぐい行っちゃおうかなと考えましたもん。もちろん、空気を読んで実行はしませんでしたよ。やったら終わってた自信もあるので、それで正解だったのでしょう。そして始まる和やかなお茶会。紅茶の香りが漂ってきました。休憩かな？でも、私たちはメイドなので、一緒にお茶するのはマナー違反。残念ながら見送りかな、と考えておりますと、隣の部屋に案内されました。この気配りだけを見ても、大樽資格ありと認めちゃいますよ。そしてそして、やってきました実食タイム。これは、イチゴのショートケーキですか。私はこう見えて、料理はプロ級です。それも、超一流ホテルのコック長を監禁して技術を学んだので、そんじょそこらの者たちには負けない腕前だと自負しておりまして。つまり何が言いたいのかと言いますと、生半可な味では納得しないという。パクリ、美味しい。え、嘘でしょ？これ、超美味しいんですけど。素晴らしい。ミザリーも感服してるわね。そんなこんなでケーキを楽しみつつ、憎きディアブロに話しかけます。ところであなた、この前私と戦った時よりも強くなっていませんか？ずっと気になっていたのです。もうね、見ただけで存在感が違いましたもの。ギー様の手前、問いただすことができませんでしたが、今なら曲で聞けるのです。この機会を逃す手はないでしょう。だってね、私たちはデーモンロードに進化していこう、それ以上の強さを得ることができずにいました。いろいろな経験を積んでいるから、強くはなっていますよ。ですがそういう話ではなく、存在そのものが進化できずにいたのです。それなのに、ディアブロのやつこんなにも簡単に。やはり愚かですね、あなたたちは。それが、ディアブロからの返答でした。なんだろう。このイラッとさせられる感覚は、殴っていいかな？うん、いいよ。と、私の中の良心が大賛成してくれました。これはもう、実行に移すべき。そう思った私が行動に出ようとした瞬間、それを遮るようにディアブロが言葉を続けました。ふっふふ。すべては我が主たる、リムル様のおかげなのです。私の活躍に対して、褒美を与えくださったのですよ。この野郎。わざともったいぶってますね。ならば私も、遠慮なく煽り返してやりましょう。そうでしたか。ならばあなたも、大したことはないではないですか。リムル様が偉大なお方だという点は私も同感ですし、疑う余地もありませんが、それは別の話。あなた自身は、リムル様に頼りっきりということですものね。どうよ、言ってやりましたよ。お前が進化したのはリムル様のおかげなんだから、お前の実力は大したことないじゃないか、とね。そうですが、何か問題でも？ディアブロの野郎、何の反論もせずにあっさりと認めやがりました。しかも、お前もわかっていますねみたいな目で、嬉しそうに私を見てるし。悔しい。これじゃあ、私がバカみたい。レイン、やめておきなさい。こいつに口喧嘩で勝つのは、ギー様でも難しいと思うから。あなた程度では、泣かされるのがオチよ。ミザリーまでそんなことを言い出しました。しかし残念ながら、その意見は正しいように思えるのです。私は悔しくて、ぐっとディアブロを睨みつけてやったのです。また話が逸れてるな。シュナ様が私たちを呼びに来てくれたとのことで、おとなしく従います。しかもその際、私たちにケーキのレシピを伝授してくれることになったと教えてくださいました。なんでも、ギー様が頼んでくださったとか。これはもう、感謝感激雨あられというやつですね。リムル様たちのいる応接間に案内されるなり、この気持ちをお伝えせねばなりますまい。さすがは魔王リムル様、とても素晴らしいケーキでした。おっと、出遅れました。ミザリーの抜け駆けに慌てつつ、私も謝辞を述べます。惜しげもなくレシピを享受してくださるとのこと、感謝でございます。そういうとリムル様が、大したことはしていないと笑ってくださいました。感謝の言葉は受け取った。これからも協力し合えるなら、俺としては望ましいと思っているよ。一方的に私たちが受け取っているのに、それを協力と言ってくださいますか。とても器の大きいお方ですよ。が、私の認識はまだまだ足りていなかったのです。お前ら、リムルが力を授けてくれるそうだ。もっと感謝しとけ。と、突然ギー様から告げられまして。そして私とミザリーは、デビルロードへと進化する栄養を賜ったのですわ。ね、やばいでしょ？ほんとね、リムル様って何なんでしょうね。今思い返しても、やばいという感想しか出ません。確かにやばいとしか言えないな。お次に紹介する方は、感心しているシオンさん。先ほどの、私が悔しくて、グッとディアブロを睨みつけていた時、スパーンと良い音をさせて、シオンさんがディアブロの頭を叩いてくれたの。めっちゃ嬉しかったよね。しかも、お説教まで。ジャボーズが、生意気ですよ。
お客様方を相手に、失礼な態度はよしなさい。それを聞いた私は、思わずガッツポーズしちゃいましたよ。横目で見ると、ミザリーも嬉しそうに微笑んでいました。こんなの面白すぎて笑っちゃうよね。それからはまあ、私たちのことを放置して、ディアブロとシオンさんの、喧嘩が始まったわけですが、それはシュナ様が登場するまで続きました。お次はそのシュナ様。もうね、様をつけるのに抵抗なんてない感じ。ディアブロと喧嘩できるシオンさんもすごいけど、そんなシオンさんやディアブロを二人まとめて、一括しちゃうシュナ様は、私から見ても素敵だったわ。学ぶべき点が多い、ってなものですよ。ちなみにディアブロとシオンさんの喧嘩は口喧嘩だったので、ミザリーも私もとっても驚いたのでした。次は嫉妬しているブラン。実は私、ブランとも戦ったことがあるの。なぜかディアブロは、ブランには一目置いていましたからね。だからつい、その力がどんなものなのか試してみたくなったのです。あの時は確か、ミストのおかげで引き分けに持ち込めました。逆に言えば、勝負そのものは負け。いいえ、やっぱり引き分けですね。私は負けてない。私はできる子なので、敗北を認めるのはギー様だけなのです。私ってば、真面目すぎかも。はいはい。お次は、吹雪の中で生まれた女子会仲間ピコトガラシャ。さ、寒いです。レイン、あなた、さっき私も、今日は本気を見せるつもりです。って豪語してたわよね。それなのにどうして、そんなにやる気がなさそうな顔をしているの？不問ですね、ミザリー。寒いからです。どうしてこんな寒い中、しかももう吹雪の中で、別に嫌ってもいない相手と戦わないとならないのですか？何を寝言を、と呆れたミザリーだったが、驚くべきことに同意する者が現れた。ほんと、それ、こんな真っ白の視界もないような場所で、どうしてこんな格好で戦わなきゃなんないのよ。文句言うなよ。あたいだって寒いんだしさ。え、本気で戦おうとしていたのって、もしかして私だけ？レインは戦略魔法、コキュートスを発動させた。コキュートスとは、広範囲を氷漬けにする魔法。レインが本気なら半径30キロに及ぶ。が、ミザリーの前に出現したのは3メートル四方の氷でできた立方体だった。無駄に邪悪な魔力が漂っているが、被害はない。やってますよ感だけは満点という、ある意味ふざけた結果が残っていたのである。どうよ？と、レインはドヤ顔だ。そしてその意を組んだのか、ピコがにやりと笑う。ガラシャがアイスブレイカーを発動。これもまた、太古人用では上位に位置する元素魔法だった。しかし今回、ガラシャはそれを器用に操って、氷の立方体をくり抜くだけにとどめたのである。こうして即席で、氷の鎌倉が完成したのだ。いい仕事しますね。ふ、お前もな。レインとガラシャは認め合い、友情が芽生えた。ディーノの部下だけあって、レインと気が合うぜ。最後に紹介するのは、約70年前のメイド仲間。今は主だったクレイマンがいないから、どこにいるかわからないエヴァ。主のクレイマンより強いのに、よくメイドをしていたわ。もともとカザリーム様の配下だったからかしらね。クレイマンリベンジでもレインの怠けっぷりは炸裂しているぜ。以上が青い悪魔の独り言相関図ね。途中ちょっと違ったけど、足りないところがあったら、どんどんコメントで教えてね。最後まで見ていただき、ありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇紹介などたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。